はい、皆さんこんにちは。楽々ベトナム語のグエンです。私はね、日本で留学している時は、よく円をドンに換算して物の価格を判断していました。ベトナムでは、ベトナムの通貨にあまり慣れていない日本の方をよく見かけます。なので今回の動画では皆さんに超簡単な計算方法をご紹介いたします。例からいきましょう。2万ドン、2万ドンは何円でしょう。まず2万の0を2個消します。で、消すと200になりますね。200を半分にします。半分にすると100になります。つまり2万ドンは約100円となりますね。簡単ですね。大きい金額でも計算してみましょう。200万ドン、200万ドンは何円だと思いますか。まず200万の0を2個消してください。2個消すと2万になりますね。次、2万を半分にすると1万になりますね。つまり200万ドンは約1万円です。皆さん1秒で計算できましたのでね、ベトナムに来た際はぜひこの方法で計算してみてください。ではこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。ではまたね。